大阪港駅は大阪府大阪市港区にあった日本国有鉄道大阪環状線貨物支線の貨物駅。同じ表記である大阪メトロ中央線の大阪港駅とは別の駅である。大阪港に至る大阪臨港線の終点にある駅として臨港線の開通と同時の1928年12月1日に開設された。当初は関西本線。 今宮駅から分岐する関西本線貨物支線の駅であった。建設中は執行不当地という名前で呼ばれていた。何は駅が臨港線内における操作作業を主眼として建設されたのに対して大阪港駅は大阪港の特定や倉庫地帯に側線を伸ばして貨物扱いをすることを主眼として建設された。各特定への側線は1929年3月に 完成している。こうしたことから、当駅と他線の駅を直通する列車は、基本的に運転されず、当駅発着の貨車は、一旦、何和駅に集められて、そこで編成を行って運転されるようになっていた。臨港線の建設に際しては、鉄道省と大阪市の間で負担を分担しており、何和駅より、先の区間については、大阪市が負担し、鉄道省に委託して施行された。 何は駅から大阪港駅までの間には、天保山運河、山戸入り掘運河、天保山運河支線の3カ所に、稼働橋が設置されており、船舶の通行を妨げない配慮がされていた。当駅で取り扱う貨物は、綿花、和洋紙、木材、鉄鋼、砂糖などが多かった。一旦倉庫に保管して、檻を見て船積みするなどの動きも多く、周辺の倉庫への引き込み線があった。 例として1957年時点での専用線を挙げると、川西倉庫、上孔山、三井倉庫、徳山倉田、日本セメントの5社が当駅からの専用線を使用していた。大阪港では地盤沈下の被害が大きく、低質化して機能の低下が著しかったため、第二次世界大戦後の時期からかさ上げ事業が実施された。大阪港駅付近についても、 1951年度から大阪市が一部の費用を負担して国鉄の施行によりかさ上げ事業が行われている。1961年4月25日、大阪臨港線の線路の一部を利用して大阪環状線が開通し、大阪臨港線は境川信号場で分岐する大阪環状線の貨物支線という扱いになった。これにより、 当駅も大阪環状線の駅となった。かつては港湾に不可欠の施設として整備され、利用されてきた臨港鉄道も、物流の自動車への転移に伴って、利用度が低下してきた。1982年度末には、第三特定の留置線を撤去して、三沢基地に変更するなど、次第に大阪港駅関連の鉄道施設も順次撤去して、 他の用途への転用が行われるようになった。1984年2月1日には国鉄の財政再建計画の一環として大阪港駅が書類上廃止となり、何和駅の側線扱いとされた。大阪市ではさらに土地の有効活用を図る観点から1985年1月に国鉄に対して臨港線の廃止を打診し、百八十六年二月に 正式に廃止を申し入れた。こうして1986年11月1日に、何は駅側線扱いでの営業も廃止となった。廃止後は、現状有志で大阪市に施設を引き渡す形で土地が返還され、施設の撤去作業は大阪市が実施した。ありがとうございます。